スクエアプッシャー、スクエアプッシャーのアーティスト名義で知られるトーマス・ジェンキンソンはイギリスのミュージシャン、音楽家、作曲家、ベーシスト、エーフェックス・ツイン、ミュージック、ルーク・バイバートラと共にコーンウォール一派と分類される。同じくミュージシャンとして活動するシープ・ハックスは実定。ジャズドラマーであった父の影響を受け、小さい頃から音楽活動に親しむ。 現在の彼の音楽性の柱の一つとなるベースは12歳から弾き始めた。最初は人間自身による演奏に関わり、シンセサイザーと CE 検査を用いる打ち込み音楽を見下していたが、15歳の時にエレフォーを聴き、電子音楽を見直すこととなる。スクエアプッシャーとしての活動は1994年から開始した。 1996年にリフレックスレコーズ、1997年にワープレコーズからアルバムをリリースしたことで一気に真の中心アーティストとなった。1990年代後半の機材編成は、ボス DR-660、ローランド SH-101、ローランド TR-707、赤い S-950、オープンリール式、アナログテープレコーダなど、 旧式かつ廉価な機材で構築されており、作品の緻密な打ち込みとのギャップが話題を呼んだ。本人が意図した結果かどうかは定かではないが、旧式な機材編成による荒く太い音質がジャズ的、フュージョン的な音楽性と調和するとして、よしみでもあった。また、ローランド TB-303 も好んで使用しており、初期の作品ではドラムベース的要素とともにアシュットハウス的な 側面も強く現れていた。最も初期の作品はカオス AD 名義でアルバムバズケイナーにまとめられている。このアルバムのジャケットに用いられている写真に映る長髪の男性はトム本人ではなく彼の実の弟アンディ・ジェン・キンソンであるとされている。彼もシープ・ハックス等の名義で音楽活動を行っており、こちらはさらにアシッド方面に傾倒したプロジェクトでライブでは ハーモニカや拡声器、マイクパフォーマンスなどを絡め、兄以上の狂乱的やシュッドサウンドを展開している。一時期、フリージャズへのアプローチを強め、打ち込みによる作曲をやめていたが、1999年発表のセレクション16を機会に打ち込みを復活。初期の頃から使ってきた古くチープな機材群は、できることは、すべてやり尽くしたとして、 このアルバムを最後に使用されなくなり、パーソナルコンピュータを用いた作曲へと移行していい。作曲環境の変化からか、アルバム Go Plastic 以降はエレキベースを演奏しなくなり、ライブにおいてもラップトップを中核に据えたシステムで演奏を行っていたが、2004年発表のウルトロビザターではエレキベースの演奏が復活した。2008年に発表したアルバム Just エース・ブニールでは、エレキギターを多用するなど、ロックへのアプローチを試みている。デビュー当時は4弦ベースを使用、現在は6弦ベースも使用している。その他、クラシックギターやドラム、シンセサイザー、シロフォンなども、自分で演奏して作曲しているが、ライブで演奏するのは、ベースのみである。今日では、ベーシストとしての評価も高まってきており。 他のジャズミュージシャンなどとの共演も増えてきている。初来日は1997年、東京新宿のリックウィドリウムでライブを行った。ブートレグとして残っている、この時の音源は最も古い時期のライブ音源の一つと言える。来日のもう一つの目的であった、フジロックフェスティバルでのアクトは台風のためキャンセルされた。ちなみに、 フジロックフェスティバルには2001年に出演。最終日にホワイトステージで演奏している。2004年にはウルトロビザターのリリースに伴い、大阪、名古屋、東京でライブを行う。このライブには、ジェイミー・リデルや、ルーク・バイバートも参加した。エイブルトンライブ等の道の使用を、表現能力の制約を理由に好んでおらず、2000年代後半以降は、ソフトウェアを独自に作成して、 音楽制作に使用している。彼は2000年までの作品を、ボス DR-660 ドラムマシンで、シークエンスしている。また、彼の電子音楽には、キングタビースタイルのスプリングリバーブや、赤いのサンプラー、初期は S950、後期は S6000、ローランド SH-101、ローランド TV-303、 オープンビールのテープレコーダー等のハードウェアが使用されている。2000年頃に彼はデジタルプロセッシングするためにコンピュータとリークター、そしてイブンタイドオービルを購入している。オフィシャルサイトの機材リストによると下に書かれた機材を所有している。この他に彼はフエンダー、アーニーボール、そしてボリックのベースを演奏するということも知られている。ファビオレムは 生楽器が一切使われない、プユリーエレクトロニックで作られている。ライブの機材セットアップでは、サウンドシークエンスに接続された、巨大 LED ディスプレイが特徴となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。